こんにちは。北海道の物件をご紹介する、どさんこ不動産です。本日は学生向けのデザインコンペ最優秀作品を実際の空間に再現しようとしたお部屋に空きが出たと聞きつけ、やってまいりました。場所は中央区北四条西20丁目。龍谷学園高等学校のすぐそばになります。外観はこちら。エントランスは天井までの高さがあり、高級感があります。そして宅配ボックス、液晶モニター。こちらはペット足洗い場。隣には手指消毒装置スーパー M、消火器、ディフューザー。これぞ充実設備。ディフューザーから出る良い香りに自然と笑みが溢れます。エレベーターに乗って本日のお部屋のある7階へ。それでは、早速お部屋へ。オープン。お邪魔します。こちらはお部屋のメインスペース。一段段差があるのと、手前のアーチ状のベンチがとても特徴的です。続いて、お隣へ移動。こちらも先ほどのメインスペースと同様に、一段段差がございます。そしてこちらには可愛らしいミニテーブル。皆さんなら、こちらのミニテーブルを何に使いますか？コメント欄で教えてね。ぐるっと振り返って、右手には扉なし収納。奥には大容量のウォークインクローゼット。手前のポールに目隠しカーテンをつけて生活感を隠すことも可能です。続いてはアーチ状のベンチの裏のスペース。こちらは椅子を置いてワーキングスペースとして使いたいですね。そしてこちらがお部屋を特徴づける、アーチ状のベンチ。おしゃれなだけではなく、こちら実は開くんです。お口をつけてあげると、顔みたいですね。デザインをされた方失礼いたしました。そしてもちろんですが開くのには意味があります。こちら、ちょっとしたものを収納することができるんです。収納はたくさんあるに越したことないですからね。続いて用紙。というか居住空間に一つも扉がないなぁ。というわけで、こちらをデザインされた方にお話を聞いてみましょう。お部屋を区切られていくというのは主流ではあるんですけれども、その中で固定された場所にいるんじゃなくて、いろんな場所でこう過ごすっていうのが、これからの時代大事になってくる。どこで作業をするのかと、でもそことは違う時の過ごし方も、同性だったらあるので、そのような距離感の取り方だったり、様々なバリエーションがあれば、生活の豊かになる。いろんな部屋で過ごすことも増えた中で、決められたもの、そこで何かをするって決められてると受け身の姿勢になってしまう。自分でここで何かをしたいっていうポジティブな姿勢、重要な姿勢なんじゃないかな。なるほど、こちらのデザインにはそのような意図があったのですね。それでは、まだ紹介できていない部分をご紹介していきます。キッチンは三口コンロのシステムキッチン。隣には家電や食器を置けるスペース。
左右と正面が開けているためとても開放感がありました。続いて玄関入り口まで戻って鏡付きシューズボックス、そして隣には傘立てもついております。おトイレはペーパーホルダーが2つついたシャワートイレ、こちらには三面鏡の独立洗面台、洗濯機置き場、そして置いた機能付きのバスルーム。皆さん本日ご紹介した学生向けのデザインコンペで最優秀賞を獲得したお部屋はいかがだったでしょうか。どさんこ不動産は今後も個性的な物件をご紹介していきます。もしよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、したっけねー。